限定モンブランがすっごく美味しいんです。今年は食欲の秋は封印したいけど無理かも。この前カオル先輩が木の下で本読んでたんだ。超かっこよかった。今日はひまりちゃんに秋限定メニューを試食してもらうんです。秋は月がすごく綺麗に見えますよね。写真撮っておこうっと。マロンラテを改良してみました。評判いいといいな。かすみたちが落ち葉を巻き上げて遊んでたよ。ほんと元気だよね。秋って寂しいような落ち着くような不思議な季節だよね。夕焼けに照らされたもみじって燃えてるみたいに見えるんだよね。松茸ラーメンっていうのを見つけたんだ。気になるよな。もみじ狩りしてみたいな。ランたち興味あるかな。秋の風って好きだな。いい香りがするし気持ちが落ち着くんだ。秋季限定メニューって大体ハズレがないよね。好き。パーカーのフードに3枚ももみじが入ってた。おしゃれ。秋はいつもよりもいっぱいパンを食べても許されるんだ。